トシさん、衣ありがとう。マルチ5にいつさん、衣ありがとう。もうさら人生楽しくないよ。もういいことないです。私生きてていいことない。こんばんは。こんばんは。いきなりネガティブな。あ、そう、もう生きてていいことないので。マモロンさん10ありがとう。ありがとうございます。今日美白効果つけてない。でもカラーコンタクトしてるよ。見えるかい。エビスコで市内の人多かった。そう、なんか人は多かったけど、もう帰りたくなる。もう外出したら帰りたくなるし、楽しいことがないんですよね。茶色、いや黒ですね。女優ライトね、壊れた。壊れちゃったんだよ。本門さん、アイスありがとう。てか髪がだいぶ伸びまして、このぐらいになりました。こんばんは。レッツゴーシーさん、ジュンありがとう。体調大丈夫なんだった。うん、は治りました。もう完全に治ったんですが、次はもう人生楽しくないムードに入りました。なんか街行く人は楽しそうで、とても羨ましくなりました。バイリンガルさん、かわいい、ありがとう。なんで、え、ないんですよ、そういう時期、そういうムード、そういうムードなんだっす。一時の体調待ってたぐらいだったから心配って。そう、あれは、違う、人生楽しくなくて、の体調待ってたんじゃなくて、あの、39度5分ぐらい熱あったんですよ。それでの体調待ってました。それとは、また、別の話です。こんばんは。しかもさ、インフル中、ワンよね、インフルじゃない。しかもさ、なんかさ、高校生でこれならさ、絶対さ、絶対さ、高校生でこれならさ、絶対社会人になったらさ、もっと楽しいことないじゃん、絶対。ないじゃんって思ったら、ちょっともうお先真っ暗で、嫌になってきた、全部。ヨシーさん、ハートありがとう。だって、高校生でこれだよ。絶対さ、社会に出て働くだけだよ。終わってます。ハンティング帽、うーん、キャスケットついてないけ。いや、何も、特に何もないです。高優さん、衣ありがとう。こんばんは。何も、あの、悪いことは特に何もというか、何一つ起きていません。アルプスのアメさん、ありがとう。全然失敗、心配ないしって。本当？ラスト時期を実感してきたとか。いや、もう高校は早くおさらばしたい。もう病んでおすべて。馬券？馬？馬やろうか。馬？馬？そう、中二病なんですよ。助けてください。ギャンブルハマりそう。いやー、なんかね、そらギャンブルとかマジでしないんだよね。 UFO キャッチャーもやるの怖いぐらい。アケマンさん、10ありがとう。イモステレビ見て感動しました。うっそー、サラはまださ、イモステレビの放送見れてなくて、何のシーンが映ってたのかわかんないんだよね。
ありがとう。感動した。何に感動したんだろう。面白い。感動シーンなんてあったのかい？それで今はもうあの現実逃避のために配信始めました。だからみんなに助けを求めて Need to help って感じ。で配信を始めたんだけど、どうしたらいいかにゃ。素晴らしいスクワット。スクワットってでどんどん、ああ分かって、こうやってるやつね。ST40 とかインドネシアに登場すること。 Thank you! Thank you very much! チックさんハートありがとう。だからなんかもう何しても楽しくなくて、明日ね友達と遊びに行く予定だったんですけど、もう行けないって思って断ったんですよね。それで返事来てなくて、まだ友達が怒ってたらどうしようって思い出しちゃった。えってえなんか言ったこんばんは。なんかもう遊びに行ったら発狂するって思った。気晴らしに遊びに行ったらいいのに。なんか今日気晴らしに外出したんですよ。こんないつもボサボサなんですけど、今日はちゃんとボサボサじゃなくして遊びに行ったんですけど、もう帰りたすぎてあんだよ、帰りたすぎて地べたで座り込んでたの。本当にもうすべてが嫌になって、そうそう気晴らしに行ったんだけど、元気だしんしゃいありがとう。そうそう地べたリアン地べたリアン、うちに誰か呼ぶとか、誰も来ないでくださいというのは嘘だけど、お家に呼んだら、お家に呼んだらなんかじゃあもう帰るねって言えないからさ、じゃあもう帰ってって言えないじゃん。だから呼べない人は、お家に人呼んだことないから、そうすぐ帰ってきないって言われたりしやんって、そう一緒やな。盗んだバイクで走り出してないでしょ。そんな気力ないよ。盗んだバイクで走り出す気力などは一つもない。そんな気力あるわけないやろじゃあもうそろそろ帰ってって言えないそう、そんな気力があるわけないでしょ。悪いことなんてしてないですよ。楽天カードマン。寒い。手が冷たくて自分の頬と温めてる。ファイトありがとう。じゃあもう帰ってって言えなくない？今日何食べた？今日は何食べたっけな。今日食べたもの？なんだっけ？なんだっけ？あ、なんか冷しゃぶみたいな、冷しゃぶみたいな。寒いからかなって。いや、寒いからではな、年がら年中これなんですよ私。だからもうこのムードから抜け出したいんですけど、もうどうやっても抜け出せないんですよ。誰か助けてください。こんばんは。サルちゃん話上手だからバラエティ番組に出てください、推薦しますって。ありがとうございます。出してください。日曜日の楽しみある？もうない。毎日楽しみない。もう明日が来ないでほしい。もう明日も来ないでほしい。明後日もし明後日も来ないでほしいよ。
私はテレビ関係者です。じゃあもう売りまくってください。妹テレビ見たら元気あるの？自分の？自分の妹テレビ？慣れちゃうよ、自分の出てるのとか見たら。てつくん10ありがとう。だってもっとこうすればよかったなとか思うじゃん。探偵のウーバー帽子ね。そう。大きな空を。今日は楽しい。今日は楽しいってやつ何？ハイキングっていう歌。12秒10秒かもしれん。最重度よ、もう最重度。サザエさん好きなの？見たことないかも。テレビとか見れない。テレビとか集中力がなくて見れない。サザエさん、今日何食べた？今日は何を食べたかというと、冷しゃぶサラダみたいなやつ食べた。夜ご飯に。あー、そっか、サザエさんのエンディングテーマ。お魚くわえたドラ猫。みんなの楽しみは何ですか？ご飯食べてるときは楽しい。いや、全然楽しくないんですよ。正直問題、早く眠りにつきたい。早く、もうずっと寝ときたい。サラちゃんの配信が楽しみ。それは嬉しい。ありがとうございます。サラちゃんの配信見てる。みんな、お世辞を言わなくてもいいんだよ。こんばんは。この配信って、本当ですか？仕事してない時間は大体楽しいよ。そう、大体楽しいの。あれはええな。寝ようかな。ずっと寝るのも疲れる。そう、なんか寝たら寝たで起きた時に絶望するから嫌なんですよ。もう起きたくないよ。そう、楽しいこと新しく見つける。なんか楽しいことないんですよ、本当に。サザエさん終わると、あー明日から仕事かって思うのやむって。それはほんまにそう。仕事かっていうか、まさら学校なんですけど。なんかさ、なんかさら、もう仕事じゃない、学校でも休みでも嫌だ。学校もね、休みもどっちも嫌なんですよ。もう何もしたくない。上の歯が出ないタイプでしたねって。それ笑った時歯見ないや。ふら、いいね、くる。リアルなところちょっとお得になる。こんばんは。最近可愛いって噂のシミサラさんじゃないですか。それは嬉しいですが、全然聞いたことがないです、そんな噂は。やる気スイッチ押してあげましょうかって。押してください。やる気スイッチを押してください。誰か、やる気スイッチというか、なんか楽しくなるスイッチを押してください。人生、ウェーイ、いけいけっていうスイッチが欲しい。そういうタイプじゃないからさ、本当に。免疫スイッチどこにあるの？多分もう、多分ない。自分の中では噂です。ありがとうございます。ピタゴラスイッチ。イモステ STU、 これから期待の3人って紹介されましたよ。ほんまかほんまか。宮城さくらさんも知名度のせいなんで。さらはもうそんな次元じゃない。知名度とかじゃなくて、そんな話じゃないんですよ。なんでもいいから楽しい気持ちになりたい。親父さん10ありがとう。
ほんまじゃないとは言いにくいです。スケジュールが空いとった3人じゃないんか。ほんまか、スケジュールが空いとったんやないんか。あの組み合わせ良かったよねって。本当？ありがとう。こんばんは、かわいい。ありがとうございます。スケジュール空いてる、スケジュール空いとったんやないんか。今何の格好してるの？こういう夏でも、あ、見て、ユニコーンの毛布かけてる。エビ好きなのに、ほんまか？スケジュール滑走路やないんか。将来中心の3人、ほんまか。今日のコーデめっちゃ、これ全部サラピからもらいました。見えますか？サラピコレクションです。あのエビ取りの日のさ、夜もさ、このムード入ってさ、なんかエビ取りの日に、なんか夜にあれやってたんですよ、24時間テレビだっけ、なんかやってたんですよ。それでなんかそれでね、それを見ながら、あの一人でコーラ飲みながら、はぁーってなってた。はぁーってやりながら夜に一人で泣いて動画を撮りました。一人で、今日は8月何日の何曜日です、17歳の夏休み最後の日です、はぁーっていう動画を撮った。それがまだあるんですよ、夜に一人で撮った動画が。そうそうそう、おしゃれな感じ。それで本通り歩いてほしい。正直さっきまでいたんだよね、本通り。でも地べたに座り込んでた。アナザースカイ、ここが私のアナザースカイ。映画のシーンのような、そう、17歳の夏休み最後の一日、ちょっとおしゃれにやるな。 MK さん、衣ありがとう。ドリミネーションは見に行こうと思ったけど気力がなかった。地べたに座って何してたの？え、何もしてないよ。あー、そっちで早く帰りたいって言ってた。昨日も今日も本当にいて、嘘、じゃあ会えたかもね。ジベタリアン、ね、さっきからジベタリアンって来てるけどさ、ジベタリアンって何なんですか？ベジタリアンなら聞いたことあるけど。こんばんは。なんかみんな楽しみありますか？私本当に楽しみがなくて、趣味とかもなくて、もう毎日なんか嫌なんですよ。毎日嫌なんですよ、本当に。すぐ帰りたくなる。リエチ、シミサラさんはいつもすぐ帰る。まあそれは本当っちゃ本当なんですけどね。本当っちゃ本当、嘘っちゃ嘘、まあ本当なんですよ。私本当に早く帰るので、誰にももう言わずに消えてます。最後帰るの本当早いんで、来るのは一番遅いんですけどね。はい、カエルの子はカエルだってさ、なんかさ、楽しいことないのにさ、なんか嫌なことはめっちゃあるしさ、なんで一丁前に嫌なことはあるのって感じ。楽しいことなくても嫌なこともないならさ、普通にさ、まあ生きてていいかなって思うけどさ、なんで嫌なことの方が多いのにさ、好きで生まれたわけでもないのにさって思っちゃう。 MK さん、ハートありがとう。そうそうそう、滞在時間最短ない、楽しいこと見つけたいよって詰めてるよ。楽しいけど体疲れるって、マジ偉いですね本当に。そういう行動的に、イスティーホーって言ったライブに行って、竹部と楽しくなるよって、
楽しくなる？ありがとう、それは嬉しい。白うさぎさん、習い事してみたら。もうそんなんいけない。もうね、予約したさあ、予約した皮膚科とかですらもさ、もうへばりつきながら、へばりな、へ、吐いながら、その辺を吐いながら行ってるんですよ。ああって皮膚科とかでも行くのに一苦労なる。習い事なんてもう行くわけがなくて。プラモデル作りにしたらそうしようかな。嫌なことあるの、もう全部嫌ですよ。もう嫌なことしかない。ダビデさん、誰もありがとう。そうそう、貞子みたい。ああ、キスからどこだって言いながら言ってるんですよ。っていう感じ。バイム劇場入るときはぜひ5分前の写真買った。5分前の写真買った即買える。すごい、5分前の写真。ダビデさん、誰もありがとう。業務スーパーで買い物するだけでも楽しい。そんなの楽しいの？分かった、やってみる。君に言うため生まれてきました。サラちゃん割と人生楽しんでるように見える。違うの。何も楽しんでない。なんか生まれてこの方楽しんでないですよ。私本当いいことないなって思いながら生きてます、ずっと何年間も。シミサラが楽しいことなんだろう。分かんない。難しいけど、もう小学生ぐらいから楽しいことないんですよ、私。なんか、多分楽しいのハードルが高いのが、自分のが悪いです。欲しいものもないんですよ、なんか。だからなんか、買い物？何？外出してもさ、買うものとかもないからさ、全然楽しくないんですよ。神社仏閣巡り。そういうのしようかな。なんか、お祓いとかしたいさ。お祓い、なんか友達が宮島にお祓いに行ったんですよ。そしたら、なんか、サラみたいな友達、タイプの友達がいるんですよ。なんかもうずっと人生嫌だ、みたいな。そうで、その子がお祓い行ったんですけど、そしたらなんか、晴れ晴れとした気持ちになって帰ってきて、ちょっと位置抜けしてました、サラと違って。だから、サラも行こうかな。スケーモンさん。ありがとう。ありがとう。つくしように。そうだよ。小学校から楽しいことなかったって、ワイトの話から楽しくなかったので。違うよ。OSTA の活動は楽しかったけど。今は STA の活動もないからさ。ないからさ。っていう話。お祓いって効果あるよね。まあ、プラシーブ効果なんじゃない？つい本音出たのですね。違うよ。23日でお話しか。だってさ、まだまだじゃん。どうやって生き抜いたらいいんですか？木曜日？水曜日？金曜日？わかんないけど。やっぱりインドか。なんで定期的にインドって来るん？ボブさん、ハートありがとう。木曜日？木曜日まで、どうやって生き抜いたらいいんですか？教えてください。木曜日まではないじゃん。どうやって生き抜いたらいいんですか？教えてください。這いつくばって生きるのが。だってさ、なんで這いつくばってまでさ、生きないといけないのって思う。だってさ、なんで這いつくばるんですか？楽しいことの方がさ、一回のためにさ、嫌なこと100回とか1000回とかなんだけど。だってなんか割に合ってないじゃん。
年取ったら若い頃の過ごし方が贅沢に見えますって思います。え、そう、なんかそういうのもよく聞いてそれを聞いてまたもっと嫌になるんですよ。はあって、今でこれなら私もう生きていけないなって思っちゃう。高校卒業したらまた変わるよって。そうかな。元気が出るおまじないは笑顔を見せること。でも笑顔しても歯が見えないんだよ。笑顔しても歯が見えないです。わかる、これ歯が見えないんだよ。歯が奥にあるからね。ほらね、スキップしたくなる。ならんわ。ならんわ。スキップしたくならんわ。スキップしたくならんわ。大学で一期、もうやだ、やだ。そんな、大学で一期とかしたくないし。一期とかマジで嫌だし。一期。テキーラー、ウェイウェイ、俺の仲間、ウェイって。やだよ。仲間じゃないから。スキップしたくトー横っていうところ行くと、トー横キッズなるか、トー横キッズなるか。じゃあトー横キッズなっちゃう。トー横キッズになろうかな。トー横アイドルはえぐいって、いやー、そんな行く気力があると思いますか。本当にないですよ、私そこまで行く気力が。パルコ横、もうパルコ横まで行くのに精一杯だし、ウェイとか言われてしまった時にはもうなんか耳を塞いでしまいます。私そんな戯れれないです。向いてないですね、トー横キッズも。いや、トー横キッズも選択肢としてはありだけど向いてない。池袋あたりでわーわー。福ちゃん衣ありがとう。パルコ横ってなんかさ、サラさ、もう本当に楽しいことなくてさ、小学生ぐらいからなんか小学校の時さずっと勉強してたんですけど、なんか楽しくないなって思って、でなんか中学校も楽しくなくて、中1ぐらいの時に学校の先生にね、なんか運動会のテントで学校の先生に、なんか人生生きて楽しいことありますかみたいな、なんで生きてるんですかとか聞いたんですよ。そしたらおかしいから病院に行きなさいって言われちゃった。楽しくなるグミやめてください。米田コーヒー白のペニー、え、何それ美味しそう。サルちゃん、好きを使いに行きました。ありがとう。そういえば、ダイナイツ。やまたコーブメンス。やめてくれメンス。先生、まとも。先生困ったやろ。そう、なんか、妊婦さんの先生だった。未来ある妊婦さんにさ、未来ある妊婦さんの先生にさ、何が楽しいんですかみたいな。何が楽しい、趣味ありますか、なんて言ったの忘れちゃったけど。って聞いちゃった。未来ある妊婦さん、親父さん、ハートありがとう。そう。なんか本当楽しいことなくて、そう、運動会でね、人生相談してたんですよ。本当楽しいことなくて、なんかね。何の話しようとしてたっけ、忘れちゃった。楽しいことがなくて、はぁーっていう気持ちで生きてる。フォスターさん、バラありがとう。
なんかね、絶対ね、環境が悪いんじゃなくて自分が悪くて、絶対自分が悪いんですよ、なんか。なんか、普通に、絶対普通の人が楽しいことを楽しめないんですよ、なんか。もう全部嫌なんですよ。ちょっとね、心持ちを変えたくて、留学とか行ったんですけど、はーって、留学ごときじゃ変わりませんでした。子供5人産むとかって、誰との子供を産めばいいんですか。フォスターさん、かわいい、ありがとう。ホスト、何だし。留学は楽しく、正直問題は楽しくないかも。フォスターさん、10ありがとう。ワシューザンハイランドでバンジーだ、そんなもんじゃ、はーって落ちていくだけです。シミサラが留学ごときで変わるわけ、そう、留学ごときじゃダメでした。なんかもっとさ、なんかないの、宇宙旅行とかないの。サラちゃんが人生何々と言ってるこの話はね、何、留学せずに歌唱力出た方が良かった。まあ何しても一緒なんでね。ギャル可愛いって聞くと、もう慣れてそんなの取る余裕がない。シミサラをあげるのは至難の技だよ。そう、池とかにも言われる、めっちゃ慣れてるねって言われる。真冬に滝に打たれる、絶対変わらん。だって2ヶ月海外で過ごしても変わらんのに、絶対滝に打たれる方がさ、自分にとってのさ、あのインパクト薄いでしょ。絶対変わらない。スーズーステーニーサルちゃん応援してるの楽しいんだけどな、ありがとう。しいたけさん好きだよ。とりあえず水着写真集出して、やっぱりさ、前張りでさ、本堂に歩くしかなくない、さすがにここまで来たら。もう残る手はそこしかないよね。やってみないと分かんないよね。3時間耐久引き抜けられますか。変わるわけない、そんなもんじゃ変わらん。車エビ使いに行っても変わんなかったの。ストレス発散に3期のお気に入りと風呂入れだって。だってさ、絶対変わんないよ、それじゃ。百戦錬磨のグラドル。宇宙旅行行こうかな、なんか。ゲートパーク、どこゲートパークってなんだっけ。そう、もうね、あんまり残す手がないんですよ。海外行ってもダメだし、欲しいもの全部爆買いしたらって、欲しいもの何もないんですよ、本当に。何も欲しくなくて、なんかどうしたらいいのか分かんない。欲しいものがないんですよ。前田さんに頼む、もうね、一縷の期待にかけて前田さんに頼んだ。宇宙で水着写真、だってさ、そんなんさないやん。それしかないか、さすがに。一番星より輝く月のシミサラさん、一番星より。そう、なんかさらさ、立ち位置とかをメモにするときにいつも自分を星っていう絵文字つけてるんですけど、何それみたいな。友達に見られて、なんで自分星なのって言われて、なんでだろうみたいな。目立つ、黄色が目立つからかなとか言ったら、いや、絶対無意識に一番星のように輝くとか思っとるんでしょって言われた。思ってないからと思って。ユニバー、さらさ、もうユニバーにさ行けないんですよ。なんかテーマパークとかも行けないんですよ。テーマパークね一回ね、池と行こうと思ったけど断っちゃって。それも
テーマパーク行って地獄見た過去があるんですよ、私。なんか2、3年ぐらい前にテーマパーク行って大親友と行ったんですけど、でもサラがこういう性格なのこととかも言えてないから、でもうすごい、なんかもうめっちゃ辛かった。その親友めっちゃ好きなんだけど、もう大トラウマで、もう1分ごとに時計見て、まだ3時なのとか思って、めっちゃ辛かった。だからテアパーク見て行ったら地獄を見るって思い出しちゃっていけません。ゆうりさん、衣ありがとう。アニメもなんか集中力がなくて見れないんですよ。アニメや映画が集中力がなくて見れなくて。道行さん、ありがとう。どうしたらいいですか？並ぶのが辛かったの。なんかアトラクションとかも辛かった。アトラクションとかお土産見るのとか写真撮るのとか辛かった。むしろユラに地獄を見せてやればよく、どういうこと？最悪、道連れ。美味しいパスタ作った、お前。何もしないのが案外いいかも。だってさ、それ休業してたからさ、何もしてないことしたことあるんだけどさ、何もしてないじゃ、かわごときじゃ変わんなくてさ、逆転の発想で楽しむこと目指さないの。そう、それそっちにね、もう方向転換した。だってさ、楽しめないんだもん。もうそれ必要なのはお祓いでしょうって。そう、お祓いに行くしかもう手がない。お祓いに行きます、私は。じゃあ、だって友達が言っててめっちゃ効果あったって言ってたんですよ。来月は広島に行く回数めっちゃ多くなります。おお、ありがとうございます、イラツグさん。新しい趣味、何がいいかな。腹筋しとく。腹筋？腹筋してみるか。お祓いに行ったら猿ごと消滅したりして、もうそれは本望です。消滅させてください。自分磨け、ピラティスとか。何せ根性がないからさ。楽しいことを無理やり考えると脳のプラスチックの部位が。なんかそれ調べたら、過去の昔の楽しかったことを思い出せばいいって書いてあったんですよ。で、思い出したんだよ。そしたらなんか、サラの楽しかったことは、小学生の、小学校3年生ぐらいの時に行った、なんか、旅行、東京旅行が楽しかった。けど、それを思い出してる。だからサラちゃんごと消滅作戦。お祓い行っても時計見てそう。そう、そういうタイプなんよ。なんかお祓い行っても時計見てるんよ。迷いやないがな、前向きな証拠。そうよね。タイムリープできたら戻る。もうタイムリープしてもう一回これをしないといけないからさ、やだよ。もう未来にタイムリープさせてほしい。でもね、これ治ってなくてもっと悪化してたらどうしよう。16の夏、月の半分半分で東京と広島に住んでみるとかって。月の半分半分？
の半分半分か。広島と東京？東京か。住みたいな、でも。通学が大変だよねって。そう、通学が大変。代官山に住んでみるかって。代官山に住んでみるか。そう、おしゃれな代官山に住んでみようかな。山で焚き火すると心がすっきりするよって。焚き火の音よきって。確かに焚き火しようかな。焚き火でもしようかな。通学はヘリで。ココアさんとかそんな感じらしいやんって。いいな、サラもそういう感じにしたい。じゃあそろそろ今日は配信を終わろうかな。クライムダイバーって、山火事には気をつけてね。ありがとうございます。ミータさんハートありがとう。無事、闇気無事出してほしい。ありがとう。じゃあそろそろランキングを読もうと思います。13位ボブさん、ありがとうございます。12位福ちゃん、ありがとうございます。11位ミータさん、ありがとうございます。10位おやじいさん、ありがとうございます。9位高湯さん、ありがとうございます。8位あきまーさん、ありがとうございます。7位タイムファイヤーさん、ありがとうございます。6位マモルンさん、ありがとうございます。5位ビビリコさん、ありがとうございます。4位ダーピーズさん、ありがとうございます。3位モルチ521さん、ありがとうございます。2位フォスターさん、ありがとうございます。1位みちゆきさん、ありがとうございます。ありがとうございました。バイバイ、ありがとうございました。それではありがとうございました。楽しいこと見つかりますよね。ありがとう、ありがとうございました。バイバーイ。